に点を取ったチームがベスト8に進みます。サイド酒井がディフェンス離れてしまった。短いパスからシュートが来た。南とそしてクロスバーが日本を救いました。ちょっとサイドで簡単に中に入られすぎましたよね。この前がねもう十分これシュートレンジですんでね、もう少し寄せたいですね。何か日本がしたいプレーを今ポルトガルが行っています。コーナーキック、日本は3人のディフェンダーが後ろを守っています。ちょっと縦になってしまった。ドリブルを許してしまっている日本。シュートが来た。クロスバーが助けてくれた日本。そして南、倒れ込んだのはポルトガルのコスタ。危なかった。先ほどからこの左足が何度、ただねもう本当に気持ちで1対1を挑んで勝負にいってるんですよね。どうしても日本の戦い方を見ると PK になれば勝てるというなんか消極的なような感じがしてならないですね。危ないですよね。延長後半の1分、相手にキーパーがいなくなってから相手の方が決定的なチャンス作ってますからね。いいボールが来た。南に対するファウルです。南は前回のマレーシアのベスト8の時のメンバー。ここまであの予選リーグから日本は攻めて勝ってきましたから、そういう気持ちでいってほしいんですけどもね。まだ守りに入る、ギリギリですね。手に当たってなければ、はい、日本はこの大会から姿を消していたかもしれません。本山、これにはホイッスルありません。稲本まだ倒れています。ポルトガルの選手はまだボールを出しません。ポルトガルは攻撃を続けます。またドリブルが来る。1対1になる。南防いだ。日本の選手としてはなぜプレーを止めないんだという気持ちはあったかもしれませんが、日本絶体絶命のピンチでした。キッカーのミスを待っているような。しかし日本としてもどこかで南が止める、あるいはミスがなければこのまま PK 戦は続いていきます。9番、日本を再三ヒヤリとさせたコスタ行きます。南君に1本お願いしたいですね。ゆっくりとした助走、南止めた。南止めました。ポルトガル初めて失敗。ぴったりでしたね。日本は酒井が行きます。中盤の右サイドで精力的に動いた酒井。日本決めればベスト8進出。酒井に託された。決まった。日本苦しみながらベスト8進出。ペナルティーキック戦5対4、ポルトガルを破って3大会連続のベスト8進出です。フィールドプレーヤーのゴールキーパーエステベス果敢に右に飛んでいきましたが、読みは当たってましたけどもね。満面の笑みの酒井。 PK 戦は日本は5人全員が決めて、そしてポルトガルのコスタのキックを南が止めて、日本ペナルティーキック戦5対4で制して準々決勝進出を決めました。延長戦で南が再三の好セーブを見せて日本チームを救って、そしてこのペナルティーキック戦、南がこの試合